話しかありがとうございました。テロップ書いとこう。リュウさんのゲーム番組やね、何回か見たことある。でもそんな毎回見てるわけじゃない。そんなに見たことない。何回か見たことある。そんなにテレビ毎回見てるやつがないや逆に今見てるドラマもないし。何人かメンバー仮装コスプレ、ハロウィンの服着てて、なんかいろんな制服とかさ、何かな、何見たかな、全部着てるメンバー何人か見た、制服、セーラー服とかさ見た。今日はでも少なかったね、何人かって感じだった。みんな明日なのかな、私も明日するし。サイレントってだろう、あ、それなんかさ知ってる、なんかそう、なんか流行ってるの知ってるんだけど、あれは見てない見てない。もう結構進んでたからもういいやと思って見てない。見てないです。私知ってるけど流行ってるのドラマ一個も見てない。今のやつ何も見てない。バレてももうかんない名前は知ってたりするけど、今合ってるやつと見てないからわかんない。ペのイベント配信、今日の夜イベント配信、今日なんかあったっけ。やばい、全然わかんないわ、わかんない。今日何かあるの。塚田農場のお弁当だった。チキン南蛮にした。ハンバーグと迷ってチキン南蛮ハンバーグとチキン南蛮と、あとなんかいろいろ入ってるやつ、鮭とチキン南蛮がちょっと入ってたりみたいなやつがあったんだけど、チキン南蛮にした。イケビカフェ行ってないよ。行ってない、まだ行ってない。行くか分かんない。夜配信は何時、23時ぐらいから多分すると思う。この配信1時間半ぐらいする。40分からってことにしといて、40何分か始めたか分かんないから40分、9時40分、1時間半だから、7時10分、
19時10分だったら聞くかな。マグロ山ですよ。なんかさ、差し入れがさ、すごいさ、ハロウィンみたいな、なんか置いてる差し入れのお菓子とかもハロウィンっぽい感じでさ、あとなんだっけ、なんか飾りがハロウィンですごかった。なんていうんでしょうね、行きは寒かったからアウター持ってったけど、帰りは普通に傷に手に持ってたアウター、薄いアウター持っていってね。今はちょっとロンティ1枚だと寒かったからアウター着た。お菓子食べた？もらって帰ってきた？食べた？なんか1個食べて、ちっちゃいのもらって帰ってきた。なんかみたいな一応あれはなかった。あれはだってもう相当あれめっちゃママするやつだからな。あれは多分そのお話し会がなんだっけ、元彼ですが、あれが最後に、あの日が最後に日程だったから、そうお疲れ様でしたみたいな感じで置いてあっただけ。あれがいつもあるわけではない、ああいうのが。そういうわけではないです。あれはね、いつもじゃないよ、あんなのはさすがに。そうでも今日もすごかったけど、いろんなお菓子がいっぱい置いてあって、え、明日は隣じゃないここじゃん。今日隣だったけど一部だけ、二部かな、二部が隣だった、三部は違う子だった。したの確か違った、全然違う、泊まりとかじゃなかったはず。うわ、かぶってたけど、した私4分5分。どっち側をかぶってたはず。ちょっと忘れた忘れたけど、どっち側かぶってた。置いてた階段のサーブ今日隣のね、席、お話し会が席っていうのが隣だった。明日は違う、明日誰だったっけ。明日見たけど忘れちゃった。明日の隣の席、隣のレーン
レーンって感じじゃないか、隣の誰だったか忘れた、覚えてない。そう今日早めだったから終わるの、今日2、3で13時半お話し会自体が終わるな。今日メイクいい感じ？今日全然時間なくてあれなんかいつもより適当になっちゃった、急いでしたから。今日はよく昼寝をしてました。いいね、人と話したりす、隣連の人、その時による。今日は別にそんなって感じだったけど、その時によるって感じは、その時面白い格好の人なんかコスプレとかしてるメンバー見たけど、コスプレハロウィンのなんかそういうの服着てるメンバー見たけど、面白い格好は私はそんな見てないな。わかんない、全員と会うわけじゃないからさ、お話し会行ってもその部とかが近くないと合わないから、一緒だったり部が違くなると思わないから分かんないや。メンバーあったよ、何人か何人かあった。最近ゲームいつかな、最後にしたの昨日やってない、おととい、ん、昨日してないわ、してない、どうもしてない、いつだっけ最後したの。3日前とか4日前ぐらい、ちょっとやってないな。いつだっけランクの変わるの、スプリットがいつだっけな、あるの。でもそろそろなはず、わかんないや、いつ変わるか。この間ちょっとしてシルバーに上がってすっからやってない。すっからやってないや、ちょっとだけ。でもその時2マッチぐらい、2マッチ2回しかやってない、その日1回目で白場に上がって、その後1回やってもう眠かったから寝た。
シルバニアのゲーム、いやシルバニアのゲームはしたことないわ。エペ最近やってるのに、エペかな、基本やってる。エペックスレジェンズ。シルバニアゲームはしたことないや。わかんない。基本夜やってるゲームは、ゆうこちゃんと会えた、わかんない、会ってない気がする、わかんない、会ってない気がする、わかんないけど多分会ってない。何聞いたこと、私もわかんない、シルバニアのゲーム知らない。わかんない、シルバニア、そんな、シルバニアさ買ったことないんだよね。可愛いと思うけど買ったことない、詰めてたりとかしたこともないから、買ったことがないからさ意味なかったから。サンリオのゲームは、サンリオのゲームというゲーム、スマホゲームある、なんかそれ以外のゲームは、そのゲームはあるけど、それは意外と思うかな。スイートで、スイートディスだとなんかキキララのやつとか、なんかいろいろある。キキララのなんかパズルゲームみたいなやつもある。それも一時期入れてた、あんまやってない。スイートディスもやってたしめっちゃアコギメのガチャ回してた、ガチャみたいなやつ。やってた私も、あれ。ぷよぷよとかのパズルゲーム、パズルゲーム好きだよ私。ぷよぷよもやってた、最近やってないけど、スイッチでぷよぷよのソフト持ってる。ぷよぷよはやってた、最近はでもあんまやってない。ロジックとか好き。いや、アルルじゃない使って、なんだっけ、なんか男の子のキャラクター使ってた、いつも名前がわかんない。オンライン話し会、現場話し会、オンライン話し会ですね。現場あれでしょ、リアルお話し会みたいなやつはね、今度あるね、今度。いつだったっけ、ちょっと日にち忘れちゃった今度あります。でも2月か2月、それ以外はオンラインですね。まあ、すっぴんではないですね、メイクしてます。すっぴんじゃない。
だ受付ちょっと見てみないと分かんないわ、それ調べてから。確かに申し込みは11月20日とそのくらいだったと思います。ありがとうございますありがとう、教えてくれて嬉しいです。今日メイクしてる。今日だってお話からやったから、まだお風呂入ってないしメイクしてます。お話からやってたんで、今日明日もお話から。なんで写真撮ってない誰かに頼もうと思ったら、もう車両出ますって言われて乗った明日はさ、なんか着るからさ、ハロウィンのなんか服を。明日撮ろうかな。明日は撮るつもりでいる。弁当食べないの持ってこなかった。弁当ついてすぐ食べたから持って帰ってきてないです。持って帰ってきてない。おにぎりか当日までは楽しい。まあそうだね、言わない昨日着てみたけど、なんかさ、ボタンつけるところがあるんだけどさ、袖のところにこのボタンのさ、ボタンつけるってかさ、のボタンこう通すところがさ、開いてなくってさ糸切るやつでさ、一生懸命開けてボタン通るようにしたボタンって結構なヒント、ヒントかな。で普通に袖にボタンある。そんなヒントでもなくないそこまで。ボタン通そうとしたらさ、開いてなかったんだよね、そのボタンも。だから糸切りバサミみたいなやつで切って開けた。まあ明日も楽しみですね。明日配信では31日に着る予定、着るつもり。いや一緒の服、一緒のやつ着る、それしかないから。一緒の服着るつもりです。30と31日、明日と明後日着るやつ。家で着てから、いや、さすがについて着替える。さすがにちょっと着ていけないわ。さすがに着ていかない。ついてから着替えます。今日
スプレの人少なかった。うん、何人かいたけど多くはなかった。帰ってきてそのいや普通に配信は主力でする明日は。お話変わった、あさってね、31日に切るから配信は。明日は着ない配信。じゃあ普通に着替えて帰ってくる。明日は配信できないよ。31日に切る。明日は切ない。配信は普通の主力。そろそろ教えて。いや教えない。あのちみち明日わかるよ明日。コスプレすれば何かもらえる。31日にしたらなんかこの間のさ浴衣の時と同じだね。なんかパンダの公式アバターさん、パンダさんが来たらこうなんか何かもらえるみたいな。ルームに来たら浴衣のやつあったじゃん。あんな感じ。31日にそれがあるから渡しようかなと思って。下にも着てたの着たけどほとんど売り切れてる。あ、結構売り切れてるんだ。下確かにもう近いから2日前。31だよね。でもハロウィンって早いね。でも売り切れるの。この時期には結構売り切れてるのか。私ネットで買ったから分かんない。私はネットで買った。去年もネットで買った気がする。通販。去年はね、あ、茶色のメイド服着たかな。茶色のメイド服。なんかよくあるさ、黒と白みたいな感じじゃなくて茶色のやつ着た。去年はね、メイド服が流行りだったんだよ。なんか毎年入りがあってさ、ハロウィンにも。なんかその前はチャイナみたいな、チェネドレスがすごい流行って、去年はメイド服が流行ってみたいな。なんかね入りがある。今年の入りは何か分かんないけど今年の入り何か知らないけど、そう毎年入りがある。今年はよく分かんない。私は知らない。去年はメイド服だった。去年それが入ってたから。だから今年もそうメイド服。普通に可愛いしね。
私のファイルは何か知らないよく分かんなかった。なんかいろいろ調べてみたんだけど、買おうと思ってハロウィンの服買おうと思って、こうハロウィンみたいなコスプレとか衣装とか調べたりして、そう何がいいかなーっていうのを見てたんだけど、今年のハリよく分かんなかった。私今年アーニャ妄想めっちゃ流行ったもんね。アーニャスパイファミリーが、アニメ見たりするけど、そんなにたくさんは見たことないかな。見たりするよ。スパイファミリーは見てない。今は進撃の巨人見てる。なんか少年漫画系のアニメ、少年漫画みたいな、進撃の巨人とかそういうさ、少年漫画とかは好きだから、そういうアニメが好き。なんか可愛いやつ、可愛いやつってどうなるか、あんま分かんないわ。でもそういうアニメが多いかも。戦うやつとか進撃の巨人面白いね。途中難しく、確かに今そのちょうど難しくなってるところ、ちょっとなんかややこしい内容、ややこしいところかも今ちょうど。もうなんか内容急になんか何年後みたいな感じになってよくわかんないところ、今ちょっと難しいところ。そこかもしれないわ。なんかよくわかんないまま見て、えこれ誰ってなってるまま見て、後からなんかこれはなんかちょっと遡ってこの人となんか知り合うシーンみたいなのが出てきたりするみたいな、そのややこしいところかも。今これ少女漫画はね、最近読んでないけど少女漫画も好きだよ。最近読んでないんだ。シーズン4どこだろう今、ちょっと分かんない。今確認できるのがテレビつけないと確認できない。恋に無駄口私見てない気がする。ドラマあったよねそれ。でも見てないわ多分。記憶がない見てないと思う。影が見たことないかな多分。漫画前結構読んでた、最近あんま読んでない。ドラマは最近今やってるやつは一個も見てない、何一つ見てない。今日は1回、いや今日は2回する予定。今日1回、えこれが1回目で、で
7時10分あと1時間ぐらい配信したら終わって、また夜、次は23時ぐらいから1時間する予定。そんな感じかな今日は。明日も2回するつもりでいるけど、サイレント見てないよ。私見てない、何も見てないです今ドラマ何にも見てない。ホワイトシチューいいね。シチューシチュー美味しいよね。寝る時間、寝る時間あるよ、全然ある。明日も多分朝早いな。明日の方が始まる時間遅いけど、多分明日はお話し会行ける前に時間あるかな。今日と同じぐらいに起きたらメイクして時間がありそう。明日時間があったらそれにして、帰ってきて1回配信で2回でしょ。今日と同じぐらいに起きたら時間ありそう。明日ドラマ、いや全ドラマ全部見たことはないよ私ドラマ全部見てたことはないそれはないよ。ドラマあんまり見ない。ドラマ気になるのがあれば見るけど、めっちゃ気になるみたいなのがある。今はそんなに見てないね。その時によるなんか、前回の今やってたやつはなんか2個ぐらい見てたやつあったけど、前回のクール、あ、そう、ジュナイディソナンスとか見てた、全部見た。ジュナイディソナンスと石子と羽根を見てた。なんか自分がめっちゃ気になるのがあれば見えるけどって感じ。ジュナイディソナンスはね、最初見ないつもりだったんですけど、別にめっちゃ面白いって言われて、でその時はまだこう1話がさ、1話から見れる状態だったから見たの。サイレント面白いって聞いたんだけど、その時点でもうなんか1話が見れなかったからもういいやと思ってやめた。なんか1話って大事じゃん結構1話そうだからもういいやと思ってやめた。録画するけど結局見ないようですわかる、それ録画してもさ、録画してるからさ、いつも見れるやと思ってさ見ないんだよね。だから録画するのやめた、やめて、その TVer とかで見るようにした。録画すると見ないから、 TVer でさ、 TVer だと1週間で見れなくなっちゃうじゃん。だからそう、 TVer で見なきゃってなるからそう、どっちで見るようにした。見ないんだよね、そう、録画して、録画して見なかったやつ見なくて、どんどんなんか余裕がなくなっていって、そうねで見なきゃなで見たやつはあるけど、そう、止めちゃうんだよね。だから録画するのやめた。
録画するのね。いつでもいいやになっちゃうから。バラエティー、バラエティー好きなのあるけど、もうやってたら見るぐらい。そんな毎回絶対見るってことのやつはないかも。やってて、そのなんかたまたまさテレビつけるじゃん。でなんかチャンネル変えていって、あ、このバラエティーこの番組好きだわでつけるぐらいはあるけど、これ見ようみたいな感じではあるけど、あ、今日何曜日でこの時間だからこれやってるわ見ようって感じではない。そのうん、そんな感じ。絶対見てるみたいなのはないかも。特に海外ドラマは見ないね、私。見ないから分かんない。一時期さ、なんか韓国のドラマとか映画かな、なんかネットフリックスのやつとかイカゲームを見たけど、なんか帰った時も全然ついていけなかった、分かんなかった見ないから一家ゲーム、なんかちょっと前に流行った、去年ぐらい、去年流行ったやつかな。こういう韓国のなんかドラマ、それは見たけど、その時はたまたまネットリカ咲いてて、それで見たけど、なんかゾンビのやつだっけ、なんかそれも流行ったよね、ゾンビのなんか韓国のだろう。でも見てない、それそれ見てないから分かんない、流行ってるんだぐらいでしかその時入ってなかったからね、とネットリックスだから見てないや。もう私たちの学校は、あ、なんかそんな感じのやつそんな感じのやつでちゃんと覚えてない、そんな感じだった気がする。見てない、でもだからあんま内容わかんない、ゾンビのやつぐらいしかわかんない。ああ韓国かな、積みたのイカゲームぐらい全然見たことないわ、カンドラ見ないからわかんない。美容院、美容院いつ行こう迷ってる。でも行った方がいいかな、どう思うどう思います。なんか自分毎日見ちゃったら色落ちしてるんだけどさ、絶対に。でさ、なんか色が暗いからさ、あのどこまで伸びてるかが分かんないんだよね、もう地毛が絶対伸びてはいるんだけど分かんなくって、どうしよう、いつ行こう。病院行ってちょっと暗くなるぐらいかな、まあ、みたいな感じで。めっちゃ色変わると思うではいかないかも。だからいつ行こうか迷ってる。でも月1ぐらいで行った方がいいじゃん、絶対に。色はもう完全にさ、色落ちしたみたいな状態になる前に絶対行った方がいいんだけど、どうしよう迷ってるんだよねいつ行くか決めてない。いや12月は先すぎる、それはやばい、それは空きすぎ逆に月1で行きたいんだよね。でもそんなに明るくはない、ちょっと茶色いぐらい、
スの地毛、地毛だとさ染めないってことじゃん。もうずっとなんかさプリンみたいな状態をずっとキープだよ。絶対嫌だよ無理無理、絶対に無理。なあんまいい感じじゃない。さなんかそんなに良くない髪色でずっと過ごさないといけないの絶対無理。絶対ストレスだわそんなの。逆に嫌だよそんなの絶対に嫌、耐えれない。誕生日前いつ行こうかな。誕生日前もいろいろあるから行けるかどうかが微妙、微妙なんだよな。誕生日前に、うーんって感じ。どうしよう。って感じだな。どうしよう、いつ行こう本当に。え、マツパはね、まつげさ、え、めっちゃ迷ってて、でまださこう軽キープしてるだよね。でも何もビューラー何もしてなくて普通に上がってるからさどうしようと思ってて、どうしようどうしよう、いつ行こう。いや、ワツパつかんぱつぱ、アイブロウしに来てんだよな。アイブロウでもするのは大体この日からってな決めてて、美容院だな、美容院。3日までには厳しそう。誕生日までには、でも今もそんなさ、え、プリンじゃないよね、だってわかんないもん自分で見て、じゃないよね自分で見て全くわかんないんだけど、もっとなんかもう下普通に色が黒いからわかんないってことはまだ大丈夫。じゃあちょっと誕生日過ぎてから行こうかな病院は。ちょっとギリギリちょっと行けそうな日に、行けそうな日、この日から、そうだね、どうしよう頑張ってる。この日に早く行きたいんだけどさ、早く行きたいのはあるんだけど、どうしようかな。もうさ予定がめっちゃ入れづらい。どうしよう、誕生日、どうしようかな、いつ行こう。早いところだね行けそうな日に
後で決めよう。確かにスケッチぐらいでトリートメントもしたいから、一緒にカラーもしちゃうのがあれだな。ちょっとまた考えよう。なるべく近いうちに行こう。それ早く、そう早くさ、予約とかしないと、ね、いけないかもしれない。確かにちょっと早く決めないと。あと行きます。決まんないから、髪色変えるつもりはない。前回と一緒ぐらいに染める感じ。髪色変えるつもりはないけど、ボブ？ボブするつもりはないよ。ボブはしない。ウルフにはしたいけど、ショートウルフ、ボブにはしない。いや、ボブにするんだったらウルフにしたい。短いウルフ、ボブにする。しようかな、久しぶりに。どうしよう。でもあれは明日早起きだしな。もうこの後は絶対にしない気がするから、どうしようかな。しなさそうだな。しなさそう。今日もでも一回やったらまたやりたくなるな。2、3回ぐらいやると一回で終われないわ。クハラひなこカット、クハラひなこカットってどういうの。いつまでだっけ、ランクが。そもそもいつ変わるっけ。それによる。いいな、誘う。え、何に誘うの、何に誘うの。2日からシーズンが変わるのね。ですかね。次のシーズンさ、めっちゃやりたいけど、ちょっとあんまりできそうにないな。次スプリット1後半からはできそう。スプリット後半のスプリットの方は、前半はちょっとあんまりショールームイベントだったりがいろいろあるからあんまできなさそうだわ。やりたいけどあんまり時間が取れなさそう。ある時間が、2日からでも、もうあとちょっと、うん、1、2、あと4日。でお話し会とかがいろいろお仕事だったりがしないといけないことだったりがあるからあんまできないだろうな。絶対シルバー止まりだわ。いや、ゴールドは上がれない。4だし無理。イベントって何、ショルームイベント。決勝ですね。ビスさんとのコラボ、違うな、レギュラーモデルのなんかかけたやつの決勝がある。
11月の後半から12月の11月の下旬から12月の上旬、ちょっと何日から始まって何日までってのは分かんないんだけど、あるから。え、ゴールドは難しそう。明日もだってあんまできないだろうし、31も1日も予定があるから無理だな。多分ゴールドは絶対に無理だわゴールドに上がれるほどのなんか時間かけれない。エペに最後ですね。まだだね。今月の、ん？違う、来月11月の中旬だっけにあるはずだから、最後の予選がある。そう、予選があと1回ある。いつから始まるか分かんないんだよね。11月の下旬としか書いてなく、12月の下旬から12月の上旬で日にちがよく分かんなかった。あんまないこれ。買いましょう。前回第3回の予選参加者多くて言った。え、そんな多かったの？マジか、全然見てなかったか分かんない。ヘイトが出るの許可じゃない。え、次の予選によるけど、今のところ私だけかな。でも次の予選による、次次第わかんない。だから今のところ私だけ確か。予選があともう一回残ってるから、それしないですね。大変な期間1週間だと思うけど、1週間だと思ってるんだけど分かんないちゃんと言われたわけではないから。長いか見える。誰だ、ん、どっか行ったずっと視界にいるんだよね、髪が。枝毛じゃない、枝毛そんな長くないでしょもう一回予選出ることはできるけど、もう次決勝が近いから私は出る予定はないかな。出れるのは出れるんだけど、出ようと思えば、立候補すれば。決勝決まってるし、もう決勝が近いから私は出るつもりはないですかね。
もう予選出ないでファンの片側から出ないで出るつもりないよ予選は。もう近いのともう決まってるからで決勝出れるってのが決まってるから。予選にもう一度出る意味はね、え、あるのはあるよ。だってあのその予選のさ順位に応じてページに乗れる、ま、ページ数乗れるページ数が決まるから、1位だったら1ページ、2位3位だったら2分の1ページだったかな。そういうのがあるから忘れた。ないことはない、あるけど。あと自分がもしもう決勝が決まってる状態でまたもう一回入れてまた決勝2位以内に入ると決勝に行ける人数が少なくなる。だから意味はあるのはあるんだけど、その決勝近いからいいかなと思って、それよりも決勝に温存してた方が。その数値、え、決勝には全く反映されないけど、その出れるページ数がその順に応じて変わってくるよっていうだけだから、そう何回か予選出て3位2回の方が、あの2位1回3位1回の人に比べると乗れるページ数が多い。出られないかと。予選はね何回でも出れる、あの決勝に残ってても出れる。そう、そういうのがある。あるけど私は今回はいいかな、予選は。そういうのがある感じかな。その順位に応じてのページ数があるから。次の予選いつだっけ？11月の。まだ出てないのか？そういう開催されますみたいなやつ。もうちょっとかな。まだか、もうちょっとしたら出るか。こないだってね、でもこないだのページ。いつだっけ？これだ。あ、NMB の方と SK の方が通ったの？あ、確かにめっちゃ多い、前回15人。確かに多いね。15人も多い。STU さんが多いね。もう STU さん見ちゃう。あ、うん。全員。次、10月下旬って書いてある。あ、次11月1日から11月7日。出てるのか。でも決勝まだあれだよね、出てないよね。分かんない、決勝は。もう分かんないわ。
これさ、11月1日になってるってことはさ、この乗ってる予選 4のさ、日程がまだ決まる前はさ、10月の下旬から11月上旬って書いてあるけど、11月の上旬だけになってるからさ、決勝もそんな感じになる可能性あるよね。どうなんだろうな、決まってないからなんとも言えないけど、わかんないけど、まだ まあでも楽しみですね、決勝始まるの。いつかわかんないけど、まだ出てないから私もわかんない、いつ始まるのか決勝。お腹空いてきたいやでも配信終わったらご飯食べるから、あと30分だ、もちろん配信終わったら食べるから。19時10分にランキング埋まってたから、それまではあれだね、もうさ、着る服が決まってるからさ、お話し会でこう着ていく服だけ決めればいいからね楽だ全然適当な服着ていっちゃっても大丈夫行き帰りしか着ないから、それまであります。19時10分にランキング、フロット一緒になる、え、明日着るやつ、いや全然なんない全然なんない、大丈夫、分かんない方が良くない？何かなっていう方が そう、サプライズ、サプライズ明日分かるから、多分明日しんどく載せるだろうし、お話しか生きてない方でも分かるから、明日配信では着ないけど、明日は配信は31日、収録は31日で、31日に行ける。そう、明日お話し会始まって、そんなに来てるか分かるっていう。たら分かる。ちゃんと明日写真誰かに撮ってもらうつもりでいるから、ちゃんと載せるつもり、何か SNS に。パンダリベンジ、そう、31日パンダさんが来るかもしれない、
たら何かが当たるかもしれない。来たら31時半から22時半、その時間か。30日、間違った、31日。えっ、前回もそれだっけ。2時間。19時からじゃない？全然わかんないわかんない。19時から22時59分？この時間？めっちゃ長いな。でも4時間？あ、パンダが回るの途中から？どこに書いてある？あ、本当だ。パンダボタンルーム回避回遊は20時半から22時半頃予定しています。確かにこの時間帯か。じゃこの時間に配信すればいいのか。そういうことね。じゃあこの時間にしよう。できる。この時間にしようかな。まあでも来るか分かんないけど、みんなのルームに来るわけじゃないから、何人かしか来ない。このライブタグ使えばいいね。そう、前回来なかったからね毎回来るわけではないから。え？全部のルームに来るわけではない。そのタグつけてる何人かにしか行かない。そう、ランダム何人かにしか行かないから。いや、今回はスイッチはなさそうだよ。前回は特賞でなんかスイッチっぽいやつ多分スイッチがあったね。今回はみんなの憧れ、某有名メーカーのスチームトースターって書いてあるから、今回はトースター特賞。今回の特賞。でもさ、なんかその他って書いてあるやつもさ、全部めっちゃいいやつなんだけど、その他がワッフルケーキギフト、ニューヨークキャラメルサンドギフト、クリーム大福ギフト、バターガレットギフト、駄菓子詰め合わせ、おつまみセットなどなどって書いてある。どれが当たっても結構良くない？いや、来るか分かんないけど、そもそも来てほしいけど。11日はそっと、あの、なんか来て配信します、ね、前回特賞残ってたはずだけど、いや今回持ち越しとかはなさそう。前回確か出なかったはず特賞。スイッチまだ欲しい。スイッチはだってPC 買ったらさ、 PC につなげれるから。スイッチだったらスイッチライトつなげれないんだよね。だからスイッチ買っても、なんだっけ、キャプチャーボード、それがないとあれだけど。
フィッチ買ってキャプチャーモード両方あったら PC につなげられるのか、 PC 画面に映し出せる。今スイッチライトしかないからキャプチャーモードも買ってないどうせ映せれないから映せないからさ、買ってない。キャプチャーボードもそんなすんだ、2、3万全然知らなかった。調べて、知らない知らなかった。でも確かに安くはなさそう。もし PC が、PC が、あと PC 買ったら、ね、キャプチャーボードもいるかな。リングフィットアドベンチャー買いますか？わかんない、微妙買ってもあんまやらなさそうだな。配信でやったら面白そうだけど、普段やるかって言われたらやらなさそう。ゲーム配信ショールームではできないですね。画面が映せないのと、多分音も、多分画面が映せないってことは音出すの多分もよくないから、いろいろ権利の問題でできないので無理ですね。ゲーム配信ショールームでは。フェザーガス系ゲームライトじゃできないと思う。できない。ゲーム配信、いつゲーム配信したいんだけどさ、ちょっとまだ分かんないんですよね。いつ頃できそうかも何も分かんない。聞いてはいるけど、つなげてスイッチ配信できる。 PC にそうつなげてスイッチの画面を映すこともできる。普通のスイッチだったらね、スイッチライトは無理だけど、あの画面に、大きい画面に映し出すことができないから。iPad 音ゲー配信、 iPad 持ってない、持ってないです。 iPad、 そうね、ゲームで確かにね、著作権そうなんだよね、そこら辺があるから、ショールームじゃちょっと厳しいかなって感じでもね、スイッチさ、もし配信でするにしても、その任天堂の許可がいるからね、あれがないと配信ができない。それも取らないといけないってなると思う、多分。キャプチャーボード買わなくてもディスプレイの HDMI 端子につなげたらできる。いけるの？配信でもいける？配信する場合でも、配信する場合それいるのかと思ってたんだけど、分かんない。メーカーの許可いるね。任天堂の許可いる。配信するんだったらそこで利益が出ちゃうからいる。私はそういういろいろあるからね、すぐにとはいかないんだよね。でも前にさ、桃鉄とかの配信なんかメンバーがやってたの前あったよね。だからやろうと思えばいけるのかな、わかんないけど。
わかんないけどそこまで話が進んで、そもそもさ普通のスイッチ持ってないからできないんだけど今は。Nintendo のゲーム配信するんだったらまずスイッチを買ってキャプチャーボードを買ってしないといけないからまあできないけど今は。どっちも持ってないから今普通のスイッチがない、スイッチライトしかないから、スイッチライトじゃちょっとできないんで。だからとりあえず配信するってなったら PC ゲームかな、パソコンのできるゲームかな。スイッチは多分後からだね。初期の頃のエピソード開けられない時の痛かった。いや本当にさ初期操作慣れてなくって難しかった階段こうなんかまず階段を上るのが難しかったし、エペのオープンでさ階段こうなんかめっちゃ上るやつがあるじゃん、こう建物に入る時の階段じゃなくってなんか上るやつ、めっちゃこう上ってまた向き変えて上ってみたいなやる、なんていうやつ全然上れなかった最初、難しかった操作が。初めてそういうさこう視点となんかそういうなんかそういうエピみたいなああいうゲームやお前やったことがなかったから扉入るの難しかった。もうなんか初めてすぎて今も慣れちゃったけど、スイッチはね、スイッチのゲームをするんだったら PC のゲームだけだったら別にいらない、したいんだったらって感じ。だからもうスイッチのゲームは別に後でいいかなってね、最初は PC のゲームができたらいいかなって感じだから後で買い足せばいいかなって感じ。まあそもそも配信できるかまだ分かんないんですけど話が全然進んでないから。そもそもちょっとまだ本当にできるか分かんないんですけどね、聞いてるから私はしたいって言ってるだけであって、してるメンバー今はいないんじゃない、今はいない、わかんない、そんななんか頻繁にしてるメンバーは。あ、今度聞いてみます、またマネージャーさんに。今話がどこまで進んだのかもわかんない。加湿器使ってないよ、使ってない。でもこの辺湿度ちょっと高いんだよね。いらないじゃまだそんなにさこう乾燥するけど、なんかもうちょっと冬になったらあれかもだけど
除湿器つけてる普通に今。除湿器つけて今 50% 近くある。高いよね湿度。除湿器つけてこれだからな。ちょっと湿度が高いんだよな。普通がどのぐらいなのかもわかんないけど。どのぐらいなんだろう。例えば30分だからえ、そのぐらいがどこも平均って感じ？わかんない。普通のさ、こう平均的な湿度はわかんないからあれだけど、でも 50% ぐらいある。ちょっと高いよね。除湿器つけてこれ。湿度が高いか。除湿器いらないかもしれない。え、でも今まで加湿器使ったことないんだよ。ない。除湿器があるのしか見たことない家に。加湿器見たことないな、置いてるの家。加湿器、そう、多分家ない気がする。室内の適切な湿度40から60。あ、じゃあちょうどいいぐらい今 50%。 でも冬にしてはちょっと高いってぐらい。わかんない。わかんない。でも除湿器つけてこれは高い。もうわかんないわ。わかんない。ストーブに水入れるとこない。ストーブないね。ストーブ、あ、ない、ない。除湿器つけて 50% で、あ、適切？じゃあこれちょうどいいのね。ちょうどいい、じゃあいっか。何もせず 50% なら高い。あ、そういうこと。え？ってことは何もせず 50% なら高い。え、何もしなかったらこれ上がるよね絶対に。除湿器つけてるから。え、まあでもまあつけて今 50% ならいいか。そう、この部屋ちょっとあったかいと。今20度ある。でも今日はちょっとあったかかったよね外。普通に快適な湿度が40から60度。こないで設定すればよき。じゃあいっか、今50だからちょうどいいぐらい。なんかさ、ホテルとか泊まった時さ、なんか置いてあるのがあるんだけどさ、なんか空気清浄機みたいな加湿器もついてるやつ、あれ使ったことないんだよね自分。メンバーと一緒に泊まってこうメンバーがつけてるとかはあったりするけど、なんか違うメンバーの部屋行った時につけてるメンバーいたりとかするけど、自分で使ったことない。普段使わないからさ。あ、確かにホテル乾燥してるわかるんだけど、使わないぞ。家いる時使ったことないから、まあいっかと思って使わない。夏のムシムシ耐えられない。それはわかる。ね、夏耐えれない。暑いし、ムシムシするし、わかる。あんまり乾燥、冬は乾燥する。夏とかはその乾燥しないけど、あの冬以外は乾燥するから、ちょっとあの冬はなんかプラスで
保湿する、メイクする前とか。冬は普通に乾燥する。でもめっちゃ乾燥肌ってわけではない多分。でも冬にその夏とかと同じスキンケアだと乾燥しちゃうから、プラスで付け加えるぐらい保湿を。夏こそなだけで。でもさ、なんかさ、夏さちょっと涼しくなってきた時にさ、こう今の気温とか見るとさ、夏40度ぐらいの気温でさ、今の倍の気温でよく過ごしてたなって思う、毎年思う毎年思うそれは、ね、あんな暑い気温よくなんか外出て過ごしてたなと。冬じゃ考えられないそれが毎年。スキンケア、化粧水、いや化粧水だけはしないね。化粧水なんかまずなんか導入液みたいなの塗って、化粧水塗って、意外となんかいろいろ塗ってる、なんかだんだん増えてた気づいたら。で化粧水塗って、美容液塗って、乳液塗って、クリームみたいなのになる。意外とやってるかも、わかんない。めっちゃいいの使ってるってわけじゃないけど、ただ増えてた塗るやつがこれもいいみたいなの聞いて、どんどん増えていって今そんな感じかな。美白モード何もつけてないはずだけど、わかんない。あ、なんかついてるわ。美白モード何？フィルターオリジナル。うわ、なんてなさそうだよ。フィルターモード何もついてない。なんか初期設定みたいなのついてるけど、滑らかさみたいな。あ、多分これ最初からついてるやつ、私何もやってない。なんと書いてないですね。なんかいろいろあるけど、それ以外何も多分ついてない。一番最初の設定のまま。美白モードとかないよこれ。エフェクトってやつでしょ、ないよ美白モード。明るさ、これが、あ、画面が明るくなる、なんていうの、肌がとかじゃなくて、ほら美白モードないか、画面自体が明るくなるなって、色が。美白モードはない。私戻したよね今、明るさが戻ってる。他にもいろいろあるよ、なんかくっきり痩せ顔、小顔、目を大きく、熊取り、ほうれん線、瞳って何これ、キラキラするやつ、歯を白くとか、あとフィルターとかがいろいろある。10分早っなんかエフェクトで遊んでたら時間経ってた。ランキング読むか。13位からランキング読みます。13位、まるさん、ありがとうございます。
12位ムムさんありがとうございます。11位香港の春馬さんありがとうございます。10位としのいさんありがとうございます。9位、バトニーさんありがとうございます。8位ラスカールさんありがとうございます。7位トワさんありがとうございます。6位おまめさんありがとうございます。5位あきひこさんありがとうございます。4位ジョークスノーさんありがとうございます。3位ヒューガナツキョカタムズさんありがとうございます。次2位か、2位ナオトさんありがとうございます。そして1位がフロマンさんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。ありがとう。ありがとうね。よいしょ。ありがとうございました。次、23時から多分やります。だいたい4時間後ぐらい。今やってるかな。23時ぐらいに。23時過ぎぐらいに多分やってると思います。また後で。次、1時間ぐらい配信する。次の配信あれだね。次やったら12時まで。みたいな。切れるまで。なると思います。ちょっとお腹すいたからご飯食べてくるお腹すいた。じゃあまた後で、次の配信で23時過ぎぐらいからかな。じゃあまたね、ありがとうございました。バイバーイ。